ございます。おはようございます。今日は突然ですが、はい。テストをします。え？問題全部で10問。7問以上答えたら合格だ。それじゃあテスト開始だ。お疲れ。疲れた。どうだった？いや、まあまあ解けた。でもそれじゃあ早速お題合わせしていく。しゃあ準備いいか。オッケー。じゃあまず問題1問目。はい。泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギスの名言で知られる人物は。はいはい。これはもう常識の常識ですな。これはもう余裕。豊臣秀吉。正解。イエーイ。そんなテスト回答ねえよ。問題2。はい。泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギスの名言で知られる人物は。怖っ。答え。はい。織田信長。正解。よっしゃ。まあ、これぐらいはね、答えてもらえない。そう、織田信長っちゃう人多いんですけど。いや、織田信長は非常だって俺は覚えてる。それじゃあ問題3問目。はい。三国志時代に存在しなかった国はどこ。答え。はい。国志。まあ、確かに存在しないね、これ。これ正解っちゃ正解だろ。不正解。なんでマジで。おい、こんなんで7問答えれんのか。いや、大丈夫、次からはいけてる。それじゃあ問題4問目。はい。故事成語、水愚の交わりは誰と誰の関係を言ったもの、答え。はい。ケルとハルク。何言ってんだこいつ。いやだから、いや俺意味分かってるから本当に。あ、なるほどね。ちゃんと次の問題もやんないじゃん。いや、あんまふざけんなよ。いや、ふざけんな。いや、まあ、本当真面目にやってる。いや、次の問題の答えが合ってるから絶対。5問目、水愚の交わりの意味を速やかに記述しなさい。はい。水と魚のように相性抜群の切っても切れない関係。はい、正解でしょ。ボーナスポイント来た。不正解。ふざけんなよ。だって今意味は合ってんだろ。でもなめんじゃねえよ。はい、それじゃあ6問目。はい。蜀を建国し初代皇帝になった人物は。常識中の常識すぎて。お前分かんのか。じゃあ答え見ないで言えよ。じゃあ正解は。おい、白紙じゃないか。いや、分かるわけない。なんか書けよ。分かるわけない。はい、ちなみに正解は、はい、劉備です。さっき出てきました。あー、マジか。それが分かってればいけた。じゃあ問題7問目。はい。徳川家康は何歳まで生きた、はい、答え。はい。74歳。正解。よーし。やべ、なんでこれが分かるんだお前は。問題8問目。はい。184年から始まった太平洋の張角が起こした農民反乱は、答え。はい。お願いしろよ。いや、だって、まあ、なんて分からんもん。はい、正解です。はい、問題9問目。今は西暦何年。いや、これは先生からのボーナスクイズだ。ダメすぎだろ、先生。クイズって言っちゃったぜ。はい、答え。はい。2018年。はい。マジ正解。おはっ、危ねえ。何今のま、今のま、何。はい、それじゃあラスト10問目。でも7問以上正解って言ったんだけど、はい。現時点で5問正解。あれ、え、無理じゃん。じゃあでも先生のそこまで無理じゃない。もし最後この問題正解できたら、はい、1兆点あげます。いやーって、1兆点。10問目。はい、お願いします。下の画像を見て吹き出し部分を埋めなさい。はい。こう吹き出しがあって、張飛バカなこと言うでないという問題ですね。なるほどね。じゃあ、はるくんの答えは。来た、来た、笑ってる。なるほど。よっしゃ。あ、くー、不正解。お前だったらどうすんだよ、じゃあこの答え。いや、俺だったら模範解答はこれです。終わりだ。おうぜー、逃げたこいつ。問題10問中、はい、5問正解。マジか。三国志問題がいまいち答えれてないんだよ、うん、三国志についてお前もうちょい知った方がいい。三国志についてちょっと硬いイメージがあるんじゃないの。確かにな。
まあ、そういう人におすすめなのが、見えない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 、お兄さん汚すぎですし、先生先生来たい、最後にっこり入れたらお前なんて書いてあるかわかんないって、物言われる飛べ、なんて検索すればいいんですかはい、はい、じゃあこれでテスト終了、はい、そして今日の授業も終了、え、もういいんすか、あとは携帯を使って、はい、自習でもしろ、やったあばよ、いいじゃないですか、おっと、最後に言い忘れていた、現在日経電子版がキャンペーン実施中だ。キャンペーンでは横山光輝さんの三国志とコラボした日経三国志を全面に展開中。大物声優野沢雅子さんを起用した新展開もスタートするみたいだ。期間中はテレビ CM を放映しているから、そっちもチェックを見逃すなよ。詳しくは概要欄を見てくれ。じゃあな。